はいさーい。いやー、うかうかしてる間にね、今年が終わっちゃいますね。なんかこう毎年ね、時間が流れるのが早くなっていってるように感じますね。で、今年が終わるといえばですよ、今年手に入れてずっと使ってるんだけど、皆さんにまだ紹介できてない機材っていうのがいくつかあったりするんですよね。で、そのうちの一つで僕が今年手に入れてね、すごくいいなと思ったジンバルが一つあるんですよ。で、ジンバルっていうとね、まあ一昔前まではもうプロが使う機材っていう感じだったんですけど、今は本当ビデオブロガーとか YouTuber とかもね、ジンバルを気軽に使う時代になったかと思うんですよね。で、ジンバルって簡単に何かっていうと、まあ手ブレとかそういったものなく、すごくこうスムーズな映像を撮影するためのカメラを乗っける機材なんですけれども、僕の中でね、いろんなジンバル買いまして、もうすでにね、6、7個買ったんですけれども、メインのジンバルっていうのが決定しましたので、そちらをね、今日は紹介していきます。じゃーん。はい、こちら、フェイユーテックさんから出ている AK4500 のスタンダードキットというものになってますね。いやもうこのジンバルね、本当に優秀すぎて、まあ、何が優秀かっていうのを今からね、しっかりと説明していこうと思いますから、最後まで聞いていてくださいね。で、こちらを説明するにあたってちょっと見てほしいものがあります。こちら、はい、これはですね、僕が今まで試してきたジンバルの種類なんですけれども、見ていただいたら分かるようにですね、こちらのジンバル本体の重さが軽いにもかかわらず、ものすごく重いものを乗せれるジンバルなんですよね。まずね、ここが僕が一番推したいポイントなんですよ。これだけでも、このジンバルを買うという価値があると思います。で、こちらのフェイユーテックさんから出てる AK4500 の前にですね、AK4000 というものが出てたんですけれども、そちらは耐荷重がね、確か4キロぐらいだったと思うんですよね。なので、耐荷重が 4.6 キロにかなりパワーアップされてるっていうことになりますね。まあ、それによってより大きな一眼レフとか、レンズ、それからまあ、アクセサリー類ですよね。そういったものを組んでも、かなりパワーに余裕があるので、全然グイグイいけちゃうっていう感じです。まさにプロユースって感じのジンバルですね。だって、レフ機に第三元レンズとかつけてもね、十分運用ができますから。で、そういう風にプロユースかと思いきやですね、縦撮りモード、要は TikTok とかさ、ああいうSNS に対応するような縦撮りモードなんかも搭載していて、非常にユニークな立ち位置にいるんですよね、この製品。という風にまあ大枠で言うと AK4500 の魅力っていうのはそういう感じなんですけれども、僕がこの数ヶ月間こちらをね、実際に使ってみて感じた、まあ利便性面とか機能面とか、そういったものを今から紹介していきたいと思います。まず利便性面で一つなんですけれども、こちらのジンバルですね、なんとアルカスイス互換に対応してるんですよ。他社製品とかだと結構専用プレートが使われている場合って多いんですけれども、アルカスイス互換のプレートを使用できることによって使い勝手はぐんと向上しております。例えばなんですけど、僕の場合だと三脚なんかも全部アルカスイス互換で統一してるんですね。三脚からそのまま外してすぐジンバルに乗せることもできるし、このあたりはね、相当便利だと思います。で、それからもう一点ですね、各軸ごとにロックがあるということ。これはね、ものすごく大きいんです。各軸にロックをかけることができるっていうことは、ジンバルのセッティングがしやすいんですよね。基本的にジンバルって3軸あったりしますので、もうあっちこっちの軸をこう、あわあわって設定してるとね、結構大変なんですよ。これをロックを1個1個の軸にかけれることによって、1個の軸ごとにこう、ジンバルの具合を調整していくことができるので、セッティングっていうのがめちゃくちゃしやすくなってます。それからもう一つ、僕がお気に入りのポイントとしては、ハイパーリンクリモートコントローラーというものが付属しております。こちらはですね、僕が今紹介している、まあ、スタンダードディビジョンにのみ付いているものなんですけれども、オプションですね。この取り外し可能なグリップ型のリモートコントローラーは、まあ、本体とリンクしておけば、ジョイスティックとか、あとマルチファンクションノブ、ショートカットボタンとかね、そういった本体の機能をそのまま制御することができるんですよね。スマホホルダーなんかも付いているので、スマホをモニターとして使うことができるっていうのも、めちゃくちゃ大きなポイントだと思うんですよ。やっぱりね、アングルによっては、特にローアングルなんかだとね、カメラのモニターってなかなか見れないですから、ここにスマホを設置できるっていうのはいいかと思います。続いては機能面についての説明です。フォローフォーカスモードというものがついていて、撮影中にカメラのフォーカスをジンバル側で制御することができるんですよね。これはね、かなりいいです。で、それから各ジンバルの撮影モードについての説明もしていきたいと思います。まず一つ目、パンフォローモードというものがあります。パンフォローモードっていうのは、パンの動きだけをフォローして、チルトはロックされる。要は、縦向きの動きはロックされるってことですね。横の動きを追うのに適しているので、まあ歩いている人とかね、車をスッと追ったりとか、こう風景をね、パノラマ的に撮影するのにも向いてるんじゃないかなと思います。
で、それから次のモードがフォローモードですね。これはパンもチルトもフォローするモードです。要は縦向きも横向きも全部の動きに対応できるってことですね。これはね、僕が結構よく使うモードです。で、それからもう一つ、ロックモードというものがありまして、パンもチルトもロックするモードなんですね。なので、構えた時にカメラはジンバルが向いている方向をずっと一定方向向き続けるっていう感じのモードになっております。それからオールフォローモードというものもあります。このオールフォローモードっていうのはパンとチルトもそうなんですけれども、ロールまでフォローしてくれるんですね。一番自由度が高いモードなので、まあかなりね、独特な動きなんかも撮影することができて、結構撮影の幅が広がると思います。で、それからポートレートモードというものがあって、これは縦撮りで使えるよっていうモードなんですよね。プロユースでもありながら、その SNS なんかでの個人仕様にもかなり向いてるっていう、もう本当に万能ですよね。で、それから最後にインセプションモードというものがあります。インセプションモードというのは、羊軸が360度回転します。これもね、かなり面白いですよね。サンスタ、はい、ということでいかがでしたでしょうか。話聞いてる限りでもね、かなり万能なジンバルだなと思ったと思います。いや、その通りなんです。軽くて重いものを乗せれて、いろんな撮影モードがついてる。で、さらには、スマホと連携してスマホを画面にすることもできて、こういったね、ハンドグリップがついてますので、かなりローアングルの撮影も簡単にできるということでね、もう正直言ってですね、ジンバルの完成形なのかなっていうふうに僕は思ってます。まだ発売されてそんなに日が経ってないので、僕も1年間ずっと使い続けているとかっていう、そういうわけではないんですけれども、この数ヶ月使った限りでは、もう今のところね、何ら不満っていうのはないかなと思います。今後もね、ファームウェアのアップデートをどんどん重ねていって、ここから良くなっていくと思いますので、現状でも満足してるんですけれども、ここからの進化も大変、楽しみなジンバルとなっております。絶対に買って損はないと思いますね。いやー、これだけはね、ほんと年内に紹介しときたかったんで、僕としては紹介できてすごい嬉しいです。はい、ということでね、皆さんも気になった方、概要欄にこちらのリンク貼っときますので、ぜひ見てみてください。ということで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。 See you。